おはぴよーどうもひなぴよーと、はいどうもドリでございます。はい、今回はですね、このか菓子高級の紙っていうゲームを実況していきたいと思います。ご一緒か、菓子高級の紙菓子高級の紙、こちらはどんなゲームなんですか？なんか人狼ゲームみたいなのが取り入れられているらしいです。なるほどボードゲーム部っていうのに所属してるとこらしいよ。うんうん、なるほどね。動画説明文、動画説明文、ゲーム説明文に書いちゃった。なるほど。キャラクターも可愛いよね。ね。うん、いろいろこう初心者でも大丈夫そうなんで。そうそう。ドリーちゃんが初心者らしいんですが、うん、人狼ゲーム初心者らしいんですが、うん、大丈夫だと思います。大丈夫だと思います。はい、初めからやりましょう。行きましょう。ペッ、はい、ペッ、ペッペッペッ。これはまあいいや。うん、とある村に人の姿をした狼が紛れ込みました。狼はババン。狼はババン。狼はお腹を空かせていて、村の人々が寝静まった真夜中に村人を一人食い殺しました。お昼になると村人たちは起き上がってきました。狼は村人にバレないようにおとなしくしています。村人は狼を見つけ出して処刑しなければと話し合い、狼を見つけ出そうとしました。でも村人たちは狼を見つけられませんでした。その村の人たちはみんな狼に食い殺されて散らいだった。大丈夫か？ダメだ。みんな狼に食い殺されてしまいました、うん、はい、もう嫌だ。何が？鈴雲風や、お前はまた全教科通詞か。いっつも音楽ばかり聴いてるからだ。今回の通詞は70点以上取るまで返さんからな。ダメだ、じわるな。名前がじわるな。ね、いないれのキャラの名前混ぜてるよね。作者さん絶対好きだよね。ね、うん、鈴野風助と南雲春也を混ぜてるって。はーい、かわいい。かわいい。いやー、補習疲れた。スパルタすぎるよ。なあ、部活に間に合わない。全教科補習僕だけなんて、一人で全部解けるわけないじゃんか。うん、サインってなんだよ、コサインってなんだよ、それな、タンジェントってなんだよ。今年もまたマーガレットちゃんに先生の代わりお願いしなくちゃいけないのかな。マーガレットちゃん、誰誰だ。あれ、そういえば僕どこに行こうとしてたんだっけ。お、これか、これか。何言ってるのよ、ボードゲーム部の部室に決まってるでしょ。かわいい、かわいい。マーガレットちゃん、マーガレットちゃん、マーガレットちゃん、ハーフかな。マーガレット3世。どうなってんの。3世1世2世いんの。また星屋だったの。ほんと相変わらずバカね。また全教科赤点だったよ。自慢するところじゃないでしょ。まったく、私マーガレット3世のようにしっかり勉強してたまには高得点を取ってみなさい。マーガレットちゃんは少し神経質すぎるからな。自分で3世って言うんだ。なんか言った？ううん、なんでもないよ。あ、そういえば今度の副部長さん主催のクリスマスパーティーのことだけど、ふうやくん、プレゼントは何が欲しい？もうすぐ誕生日でしょ。特別に別でプレゼントを用意してあげるわ。クリスマスと別にプレゼント用意してくれるの、うんうん、いい子じゃん。ちょっとこれ好きじゃん。ちょっと顔は絡めてるしさ。ちょっとね、うん、ね、うん、そうだな、家が欲しいかな。家？なんで家が欲しいのよ。いや、それはもうマーガレットちゃんとちょっと二人で住む愛の巣をね。うん、そうなの。お金持ちだからそれくらい余裕でしょ。いつか大きな家で一緒に暮らせたらなって。一緒に暮らせたらなって言ってる。うん、これ選択肢か。なるほどな。え、じゃあさっきひなちゃんが言ってた、うん、いつか大きな家で一緒に暮らせたらなって。愛犬とか、な、何言ってるの。まあ、あなたがどうしてもって言うなら。ツンデレー、かわいい。風薬園のプレ、風
ルクへのプレゼントはもう少し考えるとして。クリスマスパーティー楽しみね。あ、こんなところでずっと喋ってる場合じゃなかったわ。副部長のスミエ先輩が、スミエ先輩新しいゲームを見つけたって騒いでるから、早く部室に行きましょう。おー、スミエ先輩ね。スミエ先輩、スミレ先輩とかだったね。おー、いっぱいいるいる。すみません、遅れちゃって。全教科補習終わりました。どれいつだ、どれ、どれ、これ、どれ、これ赤髪、これかな、うん、あ、じゃあ私か、うん、お、ふーちゃん待ちくたびてたよ。迎えに行ってくれてありがとね、賛成。賛成なんだ。あ、そうなんだ。あ、かわいい。すみえ先輩、賛成って呼ばないでください。あははごめんってば。睨んでても賛成はかわいいね。かわいいな、この赤髪。え、これ女の子、え、男の子っぽいよね。え、おっぱいはわかんねえ。結構なんか首の筋とかさ、男の子っぽいね。ね、なんとなくね、うん、はあ、私が、つーか、全教科補習ってなんだそれ。存在すんのか、そんなもん。高梨翔、へえ、かっこいい、うん、ちょっと中二病っぽいね。うん、かっこいい。え、でも僕は今それを終わらせてきたんだよ。ほんと、鈴雲ってバカ、よく進級できたよね。あ、私が、くら、高梨、先輩のことを呼び捨てにすんなよ。声よ。中田剛かな。ちょっとなんか、もうちょっとかっこいいかもしんない。ごめん。あと、鈴雲はもうちょっと勉強頑張れよ。マーガレットに教えてもらえばいいのによ。中田、うるさ。俺は相手選んでんの。え？え？あ、待って、私間違って読んだかも。あ、わけわかんなくなった。わけわかんなくなった。え、これログとか見れんのかな。まあ、いっか、うん、いいか。僕は選ばれてないんだ。当たり前でしょ。全教科赤点とか遊んでても取れないよ。そんなやつを先輩とはちょっとね。あ、うん、っていうか、私も一応教えてはいるんだけど。はあ、鈴谷くん、どうして赤点ばっか取るのかしら。風也くんや。あ、風也くん。鈴谷くん、鈴谷ちゃん、1年生の時は最後のテストで全部100点取ったの。すごい、うん、そうも、えいつもそうしなさいよね。僕だってできることならそうしたいけど、なんでかわからないけどできないんだよね。進級できなかったらマーガレットちゃんと喋れなくなるって思って必死でやったからかな。いい心がけじゃない。なんだよ、なんだよ、なんだよ。あ、かわいい。今年もちゃんとそう心がけなさい。かわいい。いや、100点取れるなら普通に頑張りなよね。おう、おう。ああ、ほんと嫌みったらしくて嫌なやつなんだから。聖夜様とは大違い。誰？うわ、バカいたの。うざーい。アリスはあんたなんかより先に来てたっつうの。聖夜様の部活に遅刻なんて絶対ありえないし。ねえ、聖夜様。うまいな、アリス。おー、喋らない系か。てん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 。キサラギさん、いつも通り相手にされてないな。いやー、深夜様ってば、今日もクールで素敵。それは、キサラギはそれでいいんだな。ほんとバカ。あ？おお、喋った喋った。すみえ。お？あ、そうだった。じゃあ、見て見て。物質の奥から見たことないゲームが出てきたんだ。うん、それ何時っすよ、吉常先輩。何時、つよしちゃん、つよしちゃん、ありがとう。さすが気づく男。何時は人狼なりやって書いてあるんだけど。ああ、俺聞いたことある。人狼、何それ。そんなの聞いたことないし、ゲームオタクくらいしか知らないんじゃないの。うそ。まあ確かに最近ちょっと流行ってるよな。俺も聞いたことあるよ。中田くん喋るたびに面白いな。メガネもついにゲームオタクに染まったの。ん、もともとゲームは結構好きだぜ自分。
てか聞いたことあるっていうのは、ゲームでってわけじゃなくて噂というか都市伝説なんだよ。なになに都市伝説噂。私も聞いたことないわ。人狼の噂、僕も気になる。いや、そんな大して面白い話でもないんだけど、最近不審死事件とか、行方不明者がこの辺で増えてるらしくてな。お、聞いたことがあるな。かっこいい。なんか、違う部活やってない？ちょっとなんか弓道部っぽいね。ついこの間全校集会でも言ってましたよね。あ、私だ。ついこの間全校集会でも言ってましたよね。それにおひれみたいにくっついて待ってんだけど。声が全然違った。何でもその事件の原因、人に紛れた狼がお腹をすがせて人を食べてるかららしい。え、そんだけ。あいあい、だから言っただろ、大した面白い話でもないって。もうちょっと盛り上げるとかさ。もしかしてメガネって話すの下手くそ？結構気にしてるところ。あ、当たりなんだ。でもどうしてそんな噂話が流れてるのかしら。そうだよね。不審死や行方不明もおかしいけどさ、突拍子もないよね、人に紛れた狼なんて。噂話なんかそんなもんすよ。笑っちゃうんだけど。もうそういうのは話を持って面白い都市伝説にすんの。メガネはもうちょっと考えてよね。ああ、お前みたいな考え方のやつが意味わかんない内容の噂話を広げていったりするんだ。勉強になったよ。すっげえムカつくんですけど、あんたみたいなのは噂話すら入ってこないんじゃね。っていうか友達いんの？そんな態度取ってたら誰も相手してくれないって。うるさいな、そんなのどうだっていいだろ。その噂違う違う違う。せいや様。声の使い分けができねえ。その噂。いいんじゃない。その噂、昔にも聞いたことが。え、マジっすか。じゃあこの辺でずっと言われてるんかもですね。嘘嘘、せいや様、アリス怖い。狼に食べられちゃいますよ。もう中田と中川、ね、紛らわしい。紛らわしいね。みんな俺が守る。かっこ悪い。相変わらず男前だね、せいちゃん。さすが。女の子。あ、女の子。すみえちゃんだった。さすが私の自慢の幼なじみ。あ。副部長さんと部長さんは本当に仲がいいですよね。当たり前よ。せいちゃんが何も言わなくたって私には分かる時だってあるんだよ。すごい。確かにたまに部長の代わりにすみえ先輩が喋ってますよね。てかほとんどそうだよな。アリスもせいや様と以心伝心できるようになりたい。絶対無理じゃん。なんだ、できるもんね。あんたは誰ともできなそうってか、心開かないか。お前だけはありえないね、間違いなく。二人は十分仲良しだと思うけど、私にも心開いてよね、翔ちゃん。え、あ、かわくなった。かわいい。好きなのか。それは。え、うわ、かわいい。わかりやす。わかりやす。あ、こっちもこっちで。みんな仲良くってね。もうすぐクリスマスパーティーだしさ、みんなでプレゼント持ち寄って交換するからね。クリスマスパーティー超楽しみ。せいや様、何が欲しいですか。せいちゃんは欲しいもの多いんだよね。だいたい武器だけど。物騒。あら、でも家よりは良心的ね。あ、
そうそうか、うん、そうそう、ふーちゃんの誕生日会も同時開催だからね。みんなふーちゃんもお祝いするんだよ。あたし渾身のクッキー焼いてあげる。女子力高っ。あうわ、よしつね先輩の手料理。どんまい、すぐも。あれ、お、覚えてる、去年もそうだった。声が安定しない。恐ろしく、恐ろしいくらいにまず、独特な味で、そう、食べることも躊躇するような。家より胃薬の方がいいかしら。へえ、すみちゃん先輩のクッキー聞いた？高梨聞いた？うるさいな、聞こえてるよ。くそ、スズグモのくせに。大嫉妬。かわいい。ああ、一年は知らないんだっけ。まあ、高梨だとけ。うん。高梨くんは特に教えてあげない方がいいんじゃないかしら。去年、僕は去年から知っておきたかったんだけど。くそ。あれ、でも確か、スズグモって追試ダメだったら、その日参加できないんだよね。あ、何よ、そんな忘れてたみたいな顔は。忘れてたよ。まったく、私が教えるんだから追試も落ちたりするんじゃないわよ。もちろんだよ。マーガレットちゃん、お願いします。あ、いや、仕方ないわね。ふうやくんはやればできるのに、まったくとか言いつつ嬉しいくせにな。はあ、いっつもフーヤだけのマーガレット先生じゃねえか。完全に気づいてないフーヤもすごいけどよ。な、何言ってるのよ。それはフーヤくんに頼まれてるから。ま、ま。マーガレットちゃん、顔赤いけど大丈夫？風邪じゃないよね。違うわよ。ベタ。あ、ベタだね。うるさいわね、もう。ふうやくんにはもう聞いたけど、みんな欲しいプレゼントとかあります？強引に話変えた。超強引。リクエストしていいの？やったー。今限定の新作の新色、新色のスニーカーめちゃめちゃ欲しいんだよね。おい、マーガレット。何よ。どうもそのスニーカーは中川先輩が用意してるみたいだぜ。あら、そうなの？中田くんはほんとよく気づくわね。つか、お前らみんなわかりやすすぎんだよ。ま、義経先輩になんかプレゼントやるなら、今言ってたスニーカー以外のものにしてやれよ。ええ、わかったわ。中田は何かあるのかしら？ん？クリスマス会はプレゼント交換だろう？俺個人にはいらないさ。てか、ふうやりだけ特別に用意してやれよな。またその話を蒸し返す。あ、わりわり、ここになって。まあ、なんかくれるんならなんか T シャツがいいな。もちろんロゴ入りかなんかのさ。相変わらず T シャツ集めが好きね。へえ、自分のアイデンティティだからな。地味だね。地味だな。でも素敵な趣味だと思う、うん、メガネじゃなかったのね。マーガレット様。あら、どうしたの？聖夜様に何が欲しいか具体的に聞いたら、日本刀って言われて。そんなのどこに売ってるのよ。日本刀って。に、日本刀？ごめんなさい、私も見たことないわ。そんな、ふーちゃん先輩。ぼ、僕？すみちゃん先輩のクッキーのことは聞いたわ。当日そのクッキーが欲しくてたまらないやつに横流ししてあげるかな。日本刀を手に入れるの手伝いなさい。な、なんて魅力的な。で、でも、ぼ、僕には追試があって。あ、そういえばそうだった。ふーちゃん先輩マジガンバ、え、マジガンバだし。うん、うん、冷た。仕方ない、メガネをこき使うし。あいあいあい。日本刀探しに付き合ってよ、メガネなんだから。いや、おかしいだろ、メガネ関係ねえし、全国のメガネに謝れよ。メガネで、メガネでかい声出さない、え、あ、そう、メガネでかい声出さないでうるさい。これだからメガネは。お前もだ。いいね。いいのか。これ、
結構面白いな、ずっとやってて。ね、さあみんなみんな、今日の部活動始めるよ。ってことで、初めてこのゲームなんだけどさ、初めてのこのゲームなんだけどさ、うん、あ、もう一回読むね。うん、ってことで、初めてのこのゲームなんだけどさ、難しいとだだこねる義経先輩に代わって自分がルールを説明します。特にフーやキサラギ聞いとけよ。なんでアリスにそこを混ぜるの？あ、アリスをそこに混ぜるの？うん、それどういう意味かな。全部私なんだ。どういうも何もそのまんまだよ。俺たちは7人で遊ぶから、7人でスタートする場合のルールな。うん、とある村に人を食べる狼が1匹だけ紛れ込んだ。狼は夜の間に村人を一人食い殺す。うん、夜が明け昼になった。村人は集まって狼を見つけ出そうと話し合いを始めた。うん、村には一人だけ占い師という特殊な力を持っている人間がいた。怖い。彼は狼を見つけることができる。うん、村人は夕方に一人だけ処刑することができる。うん、村から狼を排除することができれば村人の勝利だ。うん、狼は処刑を逃れ、全ての村人を食い殺せば勝利となる。うん、ってあるけど、あ、ふーちゃん先輩よりは理解したと思うけど、ちょっと抽象的すぎじゃない？あ、うん、私もわかんないかも。とりあえず配役としては狼1人、占い師が1人、あとの5人は村人ってことかしら。配役？7人のプレイヤーの中から狼になった人を見つけ出すゲームでしょ。なるほど。説明何も聞いてなかったのか。せっかく説明したのに。まあ棒読みだったからね。てかメガネ先輩は文章を読んだだけじゃん。ネットで検索した方が早そうだよ。このゲーム結構流行ってたし。メガネ先輩って呼ぶんじゃねえ。メガネはいつもそればっか。あったあった。ゲームのストーリーはさっきメガネ先輩が読み上げた説明と同じみたいだね。違ったら泣いてるわ。つよしちゃんの泣いてるところ見てみたい。見てみたい。泣きませんよ。狼と村人と占い師って何なのかな。占い師ね。夜の間に一人のプレイヤーを選び、そのプレイヤーが村人か狼かを知ることができる。うんうん、ってあるよ。かなり重要なポジションみたいだね。そうだね。うんうん、なるほど。でもどうやったら占い師が占った結果を知ることができるの？占い師は基本的に初日に占い師であることを宣言する必要がある。この行為をカミングアウトと言うと。あ、占い師になったらカミングアウトをしなくちゃいけないんだね。忘れそう。おいおい勘弁してくれよ。すげえヒントを言い忘れちゃったらたまにあたたって。ふーちゃんならやりそうだね。言い忘れたりしたら狼はとっても有利じゃん。そうならないように気をつけてね。そうとも限りません。副部長さん、占い師だとカミングアウトせずに隠していれば狼に食い殺される、食い殺される確率は減ると思うんです。生き残り占うことで狼を見つけられれば一気に村人が有利な展開になる。そういう考え方もあるけど。でもでも占い師が偽物だってこともありえるでしょ。少人数だから難しいけどアリスちゃん、あ、間違えた。少人数だから難しいけどアリスちゃんの言う通り。え、偽物？まあ嘘をつくゲームだしな。占い師をカミングアウトしたやつが偽物の可能性もなくはないってことだろ。なれんなこの顔でその声。ただし村人が嘘をつくのは禁止だって書いてあるけど。え、ん？あ、嘘をつくゲームなのに禁止なの？あ、村人だからか。うん、役職がない村人はあったよ。狼を見つけたい村人は正直にプレイするのが一番ってことだね。確かにね。うんうん、基本的に嘘をつくのは狼の役割ってね。だから
これ7人7人どっちでもいいから、まあ、7人大丈夫だ。7人で遊ぶ僕らの場合、狼は1人、うん、偽の占い師が現れたらゲーム終了じゃん。そいつが狼だって分かっちゃうよ、うん、おお、やっぱショーは頭がいいな。鈴雲はやっぱアホだね村人なのに占い師カミングアウトとかやめてほしいよね。やめてよね。っていうかそのくらいアリスでも分かるんですけど。奇跡だね、おめでとう。むっかつくほらほら、ストップストップ。翔ちゃんはボードゲーム、ボードゲーム部期待の星だからね。ねねねな、お頭も良くてゲームも大好きみたいだし、かわいい。あとはもうちょっとアリスちゃんと仲良くしてほしいんだけどな。それは嫌です。ベータ、アリスも願い下げ。仲良くしてほしいってせいちゃんも言ってるよ。せいや様が言うなら、さすがだな義経先輩本当にね。あんな感じで無理やり入部されたのを思い出すわ。あー間違えた。よいしょ。そうだったっけ。はあ、いいだな、大丈夫。こっちは天と多難症だな。ルールってこんだけか。僕はちょっとわからないことが多すぎて何を聞けばいいのかすらわからないよ。ほんとふーちゃんって面白いよね。こういうゲームこそ本気出した鈴雲が一番得意そうなんだけどな。ありえないよ。一人の狼が村人を食べていくから、その狼を6人の村人で協力して見つけ出さないといけないんだよね。まあそういうことだな。でもゲームは夜から始まるらしい。つまり最初に誰か食い殺された状態からだ。だから実質5人で見つけ出すわけだな。先に1人減っちゃうのもかなり狼に有利だよね。有利？だって優秀な人で一番、優秀な人を一番に狙えるんだよ。うん、確かにね。あ、そっか、どうしよう。最初に殺されたらつまんない。はあ、バカコンビは生き残るだろうから安心しなよ。ムッキーバカコンビ。最初の夜、そこで誰かが欠けてしまうかも、かよねかもよねかな。かもかよね。うん、マーガレットちゃんがいなくなったら僕もう負けたって思っちゃうよ。何言ってるの。それで私が狼だったらどうするのよ。ああ、それ気づけないかも。頭がいい人、いい人が狼って怖いな。とか言ってるけどさ、正直鈴雲とそこのバカ以外頭いいんだよね。はあ、今アリスの方見たでしょ。もうほんとムカつく。アリス勉強できるんだけど、この間のテストはあんたに勝ってるし、バカ呼ばわりやめてよね。ちっ、それ義経先輩の前で言うなよな。狼は狼だとバレないように気をつけるんだね。そして村人は嘘ついて隠れてる狼を見つけ出す。占い師は毎日一人だけ村人か狼かを知ることができる。これで合ってるのかな。ま、大体そんな感じじゃない。説明書の続きに何か書いてあるな。空が赤く染まり始めると投票の合図、処刑する人物に対して人差し指を向ける、空が真っ赤になった時に処刑は行われる。ドラえもんみたいに思えてきたまた抽象的。普通に考えて空が赤く染まる夕方ってことでいいのかしら。夜に狼が一人村人を食べて、昼に話し合って夕方に投票して処刑するのね。犯人は君だなんてね。なんでこっち指さしてんだよ。犯人じゃ。なのだよ。メガネだらばするか。あ？か。なんて言うの？客中？客中あるじゃん。ちゃんと読んでよね、犯人。おい。何何？投票が同数の場合は
ランダムで処刑対象が選ばれます。こういうのでランダムとかなえるよね。ちゃんと推理した上ならいいけどさ、ランダム処刑で村の負けとか勘弁してほしいな。確かに、うん、アドガルこれ役割のカードじゃないですか。イラストが書いてありますよ。あ、それ配ったらゲームした後みたいっすね。ねえ、ゲームマスター決めなくていいの？ゲームマスター、なんかネットにはゲームマスターがゲームを仕切っていくってあるけど、なんか中田くんゲームマスターやりそうだね、うんうんうん、あ、でも説明書にはそんなの書いてないぜ。どんなゲームなんだろう、楽しみだけど、ルール理解できてるか不安だな。よし、みんなに話を聞いてみよう。おお、なんかちょっとちょうどいいんだよねパートが。そうだね、うん、ちょうどいい感じだから、次回からそういう探索をね、うん、していこうかなと思い、いろんな人に話を聞いて。まあそうだね、セーブってどうやってやるんだろう。まあいいや、うん、とりあえず、はい、また次回に続きます。お疲れ様です。楽しかった。